はい、皆さんこんばんは、ナイルブラボーと申します。ライブラリーオブルイナの実況プレイの続きやっていきたいと思います。さあ、前回な、捨てられた殺人鬼をようやくコントロールすることができたから、今回からストーリーの続きやってくで。で、新しくリスナーを加えたから、あんたたちも一緒に働いてもらうわよ。早速招待状渡しに行きましょう。とこれでオッケー。お、ルール、新しいキャラクター。ああ、どうしてうちの事務所はカンコドリが泣いてるのかしら。こう見えてもツバイ協会指定事務所っていうのに、しかも、該当事務所が依頼された治安区域は契約期間中犯罪率なんと 0%。 マス、うわー強そう。しかもなんかすんごい武器持ってる。俺らが担当する区域といっても2ブロックしかないだろ。いや、それでも2人で2ブロックってすごいやろ。ねえ、冷蔵庫のケーキ食べたでしょ。この真ん中の人かわいいな。みんな仕事もらってきたぞ。でまた喧嘩が。こいつが冷蔵庫にあったケーキ食べちゃったんです。賞味期限が昨日までだったから、俺が前もって処理しただけだって。それはちょっと苦しいな。うわ、賞味期限切れで捨てるとしても私が捨てるから、それはごもっとも。歓迎します、ゲストの皆様。内変仲がよろしいようで。お前は誰だ？構えて。あれ、よく見たらあんたもなんかすごい武器持ってんな。そんな警戒なさらなくても、まだ危険なものはございませんので。私はこの図書館の司書兼館長、アンジェラと申します。どうも、私は該当事務所のサンと申します。あ、来たわね。しかも今回は1回そうかで、サン、マス、ルルの3人とのバトル。いやー、結構なんか特殊な能力ついてんな。マッチ勝利時 25% の確率で次のダイスを最大値プラス3。やばい。でもまあ 25% なのが救いか。で、速度が自分よりも低い敵を攻撃した時、混乱ダメージのプラス1。いいわねー。ファイヤーバット、攻撃が命中した時 50% の確率でやけど不要。はー、便利やね、この3人。カードもなんかやばそうだから、ちょっと後で確認しましょう。イエセド、リスナー、行くわよ。お、背景が変わった、かっこいい。さあ行くで。3対1やからな、そもそも不利なんよな。資料集め、ゼロコストで2から6。攻力高い。ゼロコストの攻力じゃない。で、こっちも一緒か。で、静かな夜、1から8、1から3、1から3の3回攻撃で、次の幕にて忍耐2を獲得。忍耐ってなんやろ。防御力が保護やから忍耐はまた別の効果なんやろな。じゃあまずはあなたに耐えうる攻撃、2から6、3から4。ちょっとゼロで行くのは怖いな。コストに使っちゃうけど、受けてみろで対応しましょう。そして問題はこっちやな。こっちは1回攻撃はちょっと無視して、防御で対抗するか。はい、オッケーオッケー。ああ、まあいい、素晴らしい素晴らしい。で、オッケーオッケー、きたー。捨てられた殺人鬼の能力、金属の響き。味方1人を対象に、打撃ダイスが的中するたび次の幕に束縛麻痺を付与する。2つの状態上付与してくれる。で、暴力性、味方1人を対象に全ダイスの最大値が1減少し、最大値が3増加する。え、めちゃくちゃ強ない？これはあんた使わん手はないでしょう。 OK、 イエセド様に。さあ行くよ。忍耐、次の幕の間守備ダイスの威力が上がる。へえ、そんなんもあんねや。なんかやばい攻撃だね。業務処理、1から6、2から3、2から6の攻撃で、マッチ勝利時に自分の次のダイスの最大値プラス3。はあ、カード1枚だけでもそんなんあんねや。しかも
マッチ勝利時やから、幕の勝利時じゃなくてマッチ勝利時やから、この1から6が終わった後ってことやな。つまり1から6で勝ったらこの2から3のダメージが上がると。でしかもこの2から3で勝てばさらに2から6の攻撃力防御力も上がると。いやーすごい、もう安っ、シンプルに暴言。3から5の2回攻撃で命中時やけど3不要、自分に3ダメージ。はあはあはあ、モロハの剣か。で、心構え、2から4、2から6の2回攻撃でマッチ勝利時に次の幕にて忍耐プラス1か。結構な攻撃だね。そして3人からの攻撃は良くないから、そうだね、これはちょっと内臓拾いで業務処理をちょっと守ってあげなあかんな。ここももう一回防御で耐えた方が良さそうだね。はい、あ、クソ、オッケー、ナイス、あいだーい、でもしょうがない。で、ここでガードワーク、あ、クソ、すごいダメージやったね。さあ問題は、あ、ラッキー、回避系の攻撃が多いってことはあんまり無視しても大丈夫だから、ここでできたらここで3を殺し倒したいから、ここは我慢。ファイヤーバットを食らえ、3から4、1から8、3から3の3回攻撃で、こっち無視しても良さそうやからこっちに当てがうか。はい、はい、オッケー、オッケー、おお、ラッキー、倒せた。そして、はい、オッケー、さよなら。はい、ガードで回避はないからそのままと。一気に攻める、よいしょ、よいしょ、オッケー、ビクトリー。いや、助かる。そしてギフトももらってんな。カード2枚だけ、チャッチ。あいつらもまだまだ青臭いな。フィクサーなのにあんな固い絆で結ばれてるとか。でもこれでまた一つ成長しただろうな。まるで何度も経験したかのような言い草ね、言い方ね。確かに、かわいい。俺はな、ああいう経験はもう何度もしてきたさ。絆意識があるのも悪くないんだが、負担が大きすぎるからな。切るときはバッサリ切るって分かってこそだ。相手の損失に傷つかない程度の距離。何より死ぬ覚悟のないやつが誰かの命を奪うこと自体矛盾してるし。あ、あなたもしかしてほどちゃん？文学か。都市にここまで似合わない分野もまあないだろうな。あー、ほどや、声かわいい。こんにちは、文学の会を担当する指定者のほどです。こんにちは、俺はローラっていうんだ。いろいろとアンジェラの手伝いをやっている。そうなんですね。ギスギス。もしかしてお前もアンジェラにいい感情を持ち合わせてないのか。ここにいる人はみんなそうです。好意的だとは絶対に言えないでしょうね。でも取引をしたので文句は言わずに手伝うのみです。お先真っ暗だな。みんな一丸となってアンジェラに対して不満が多いし、あいつは一体何やらかしたんだよ。許されないことをしたんです、昔の私のように。ほどもロボトミーの時に絶望のあまりロボトミー社の情報を他社に売ってしまったのよな。でそれが原因でほとんどの人間が AI の体にならざるを得ない原因を作ってしまったんやったよな。確かほどやったよな、それ作ったん。全然わかんないけど一つはわかった。図書館と司書全てがひどく絡まってるってこと。いつか解けるのか、解けるかはわかりませんけど結果は見れると思います。この取引には確かな終わりがありますから、アンジェラが歩んでいく道にもしあなたが最後までついていくならわかると思います。あー、すごい可愛い1万円。もう気が遠くなりそうだよ、ほんと。ゲストはゲストで接待して、中では図書司書にも気を使わないといけないし、少なくとも図書館の中ではみんな仲良く過ごせたらいいのにな。苦笑い。ローランさんが持ってくる本から私は都市の文学について分類していくつもりです。本が積み上がれば良くも悪くもローランさんが気になっていることも分かると思います。あー、アンジェラが雲を掴むような話はするなって言ってた理由がなんとなく分かってきたかもしれない。はいはい、こうなった以上俺が何としても綺麗さっぱり暴いてやる。頑張ってくださいローランさん。はい、あったかいぜ、ありがとうございます。いいわね、これでほども使えるようになった。やったー、いや、かわいい。よし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 、じゃあ今回はここまで。次回ほどのデッキを組んで戦っていくんで、よかったらまた見に来てほしいです。面白かったのでいいんで
チャンネル登録と高評価していただけると私の励みになるんで、どうかお願いいたします。じゃあそれでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。